今月開かれる福岡マラソンの先導車のデザインを決めるため開かれていた塗り絵コンテストの表彰式が行われました。表彰式の会場となった福岡市中央区の福岡トヨタ本社には、応募された3042作品の中から最終選考に残った105作品が展示されました。塗り絵コンテストは3年ぶりに開催が決まった福岡マラソンで、先導者を務めるトヨタの燃料電池車未来を県内の小学生以下の子どもたちにデザインしてもらおうと、今年の夏に開催されていました。栄えある最優秀賞に選ばれたのは、小学6年の下川双葉さんの作品です。未来に向かって走る人と、色鮮やかでカラフルなことを意識して書きました。このラッピングカーは今月13日に開かれる福岡マラソンでトップランナーたちを引っ張ります。